位についてはよく聞かれるんですよ。注意点として高血圧の方は気をつけてくださいねっていうところがあるんですけれども、その気をつけてもローズマリー単体、そのシングルのローズマリーを朝昼晩必要以上に摂取したりとか、必要以上に長くそれだけを飲み続けるとか、基本的にローズマリーというのは血液の循環を良くして血管の強化、毛細血管の強化してくれるので、当然もう全身の血流の流れを良くしてくれるわけですよ。特に脳にいいって言われているので、血圧を上げてしまう可能性もあるんですよね。なのでそういった使い方をするんだったら気をつけた方がいいっていうか、もうやめた方がいいです、それは。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をして最新動画をお楽しみください。だけどもヘアトニックとか化粧水としてまず何かで薄めてますよね、しかもの状態で使う分には問題ないです。ただこれも私何回か言ってるとは思うんですけれども、このローズマリーと杉菜で作った化粧水とヘアトニックをずっと使い続けるのはおすすめしません。何でもそうです。私が作ってる化粧水の量っていうのは 100ml のスプレーボトルに1週間ぐらいで使い切るかな、そのぐらいで使い切るぐらいのを1回分として作ってます。なぜならば防腐剤とか一切入れたくないから、冷蔵庫に保存しといてお風呂の時朝使ってるんですけれども、そのくらいの量を作ったら次使う時は他のハーブを使ってみてください。新規をそれの繰り返しでもいいし、何個か自分の好きなハーブの新規を作っておいてローテーションするとか、そういった使い方をおすすめします。